今日のトメ、嫁の母が茶道を長年たしなんでいることを知る。ちなみに、トメは元茶道部、高校時代。あら、お母様どこの流派なの？私、裏千家の先生に習ったのよ。田舎の方では、誰でも先生になれるのね。ぜひ一度、お母様のお手前拝見したいわ。と、朝食の席で、ねち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 言われたので。では、母の一番弟子を、ご覧くださいと、お茶の葉をミキサーに放り込んで粉砕して、丼に入れたところにお湯を注いで、トメの目の前にドン。嫌味でも言うつもりだったのか、果敢にも一口飲んだが、途端に目を白黒させるトメ。そういえば、あのミキサー、さっき玉ねぎを粉砕してから、まだ洗ってなかったな。そこつで、ごめんなさいね。